えっと梶山さんは、うん、いった問題ですね、それじゃあ,あの私の方から、体調方針とととの,のお話をちょっとさせていいいたただきたいと思います最近、帯状方針疹の患者さんがやっぱり季節柄、えー、今はもうあのいらっしゃらなくなったんですけど、先月は何人もあのいらっしゃいまして、電話でも問い合わせがあって、えー、っと確か関西の方の鍼灸師の先生が、私が帯状方針疹になりましたと言ってですね。 お電話いただいたりとか、えー、そういう例が何でもありましたけどこの10年で体調方針がなんか変わったような気がします、えー、簡単に言うと10年前は越後越後の清潔試薬だけやるとスーッとそのまま良くなったっていう患者さんが結構いらっしゃったんですねまあもう体調方針は越後越後だけやってれがいいですよみたいな説明でよかったんですけど今は体調方針が出て水泡がまあ失神が出た状態のところに同時に まるで体調不振後神経痛が出てるような感じの激痛の痛みが同時に出てるっていう患者さんが非常にあの多いです。もう半々ぐらいじゃないかと思います。でその場合は HGF の清潔切落で副交腔神経を抑制するっていう治療と、もう一つその出てる痛みの部分まあ幹部ですね幹部の頸絡上のその末端の清潔の切落をするという。 そういう最初からその痛みの治療を帯状方針疹の治療に加えていかないとどうもうまくいかないという例が何例かあ何帯状いう疹の帯状方針疹、えー、自体は H5F5 の清潔視覚をやると結構もうほぼその場で良くなったりもするし良くなったりっていうのはあの触って痛みが感じない。 そのレベルにはなるんですね。で、最初帯状疱疹の治療するときには、帯状疱疹が出てるところを患者さんにこう触ってもらいます。で触ってもらった後にエッチゴイフの清潔シラックをやってもう一度触ってもらいます。でそのもう一度触ったときにビリビリした感じのその痛みが、えー、表面的に取れてれば、おそらく帯状疱疹はもう収束してます。どんな感じかっていうと。 帯状疱疹が出てるところにラップフィルムをなんか上からこうペタッとこう1枚貼ったような感じその上からこう触ってるような感じで、えー、なんか痛みが取れてきましたねっていう話になるとだいたい翌日も帯状疱疹が、えー、出なくなってますね。えー、ただし、えー、今現状そこに出てる赤いその湿疹とか、まあえー、水ぶくれの状態のものはすぐにはあの取れません。 えー、翌日新たなものが出ているかどうかというのが目安になりますので、えー、帯状方針疹でいらっしゃって、H5F5 の清潔試薬をした翌日は、患者さんに新たな水方、えー、新たな湿疹が出てますかと、えー、帯状方針疹が広がってませんかというのを確認する必要がありもし出ているようだったら、えー、またじゃあ今日もやりましょうということで。えー 5 5の整形を続けけけてやるわけですけど先日治療した患者さんも H5F5 の整形治薬をやって痛みがあるもんですからずっと1週間毎日治療したんですね。で後になって気が付いてみるとまあ5日後ぐらいのところでところで新しい指針はいつから出なくなりましたかっていう話をしたんですけど初日、まあ、日曜日だったんですけど日曜日いらっしゃって H5F5 のし整形治薬をやったら月曜日からもう新しい水疱は 出なくなくってましただから新しい水泡が出ない帯状方針疹の治療っていうのは H5F5 の清潔試薬一1回だけであの止まってるんですね。でそれからあとずっと、えー、神経痛の治療顔と頭に出てる神経痛の治療を、えー、やったとで10回ぐらいでだいたい良くなりました。で今回の、えー、この患者さんは頭と顔に出てましたので意外と良かったです。 えー、顔でもあの、まあ、第1子、第2子、第3子とこうあって一番厄介なのがこう真ん中ですよね。これが帯状ほう疹が目に入ったときが一番困りますので、まあ、極力早い時間にあの早い時期にチ後や腹の整形試薬で止めないと目に入ったら、えー、それで神経痛が出たら眼球を動かせないです、ね。眼球を動かした時点でも 電気が走るような痛みがきますから、それから眉毛が動かせない、まばたきができない。だから、2番目のこの2子のここが真ん中のところに出るのが一番怖いです。逆にこのおでこから上、頭に出る帯状疱疹は、あの神経痛が出ても意外と治りやすい。えー、今まで症で出た頭に出てる神経痛、9、えー、例ぐらいやってますけど、もう頭の一番痛いところの患部をしなくしていく。 頭の頭痛みたいな帯状ほう疹後神経痛は取れます。え帯状ほ疹が背中とかお腹とか顔とかこういろんなとこ内股とかこう出るんですけど一番取れにくいのが、まあ、私の場合ですね一番取れにくいっていうのは神経痛がお腹です。胸からお腹に出てる帯状ほう疹後神経痛っていうのはこれなかなか取れないんですね。 なんか取れても良さそうな感じがするんですけどこれがなかなか難しくって、えー、何人か悩んでる人がいらっしゃいますで背中肩背中の帯状ほう疹後神経痛の方がまだ、えー、取れやすいんですかね内股に出てる、えー、神経痛もまあまあ取れましたです、えー、目のところにこう出てる神経痛も えー、10年間悩んでる神経痛の方もまあまあ,あの軽くなりましたから一番取れないっていうのがじゃあどこかというと胸お腹の帯状ほう疹後神経痛があなかなか取れなかったっていうのが現実ですんか帯状ほ疹について帯状ほ疹後神経痛についてご質問がありましたら今お受けしますので。 あ先生どうぞ、中村先生どうぞ。あの、頭の、まあかんうん、頭が痛い患者さんに対しては、まあ、ずぶしらく、患部にずぶシラくですけども、はい、そのお腹なんかはどうなんでしょうか。えー、かお腹かは治りにくいって言って、<laughs> うん、皮膚し直接やってみたんですけど、なかなか取れなかったです。ああ、そうですか。もう本当に気長にお腹の場合はやるしかないですね。うん、あ、ただ、お腹の例で、肋骨からお腹の方に出た例で、 えっとまあ、これはあの短径かなと思って F5 の整形試薬をやったんですけどこれ取れなかったんですね。で、えー、短径の計絡上の足の甲の圧痛点に鉛筆芯を取ったら鉛筆芯を張った途端に痛みを取れたっていう例はあります。これはもうまぐれあたりしかないです。<laughs> 申し訳ないんですけどこんな答えで。張った途端に患者さんが先生いい痛み取れましたっていう言われたんです、ね、やっぱりその 神経痛の痛みのが出たときには、どこかにそれを治すスイッチが僕はできると思ってるんですよ。フィードバックされてるものが。で、そのフィードバックされたスイッチをポンとうまく見つけて押せると、その神経痛なりな、まあ患者さんが一番つらく思ってるところは、ピュンっとこう、取れるというふうにあの考えてます。いろんな病気でも、その病気を治すスイッチが、体のどこかにパッとできてると思うんですよね。それをうまく見つけられるかどうかっていうのが、 うんまあ、コツかもしれないなといはい、お願いします。はい。何か帯状ほう疹、神経痛についての。今、頭のって言われたあの患者さんに頭の一番こう神経痛が出てるところ、一番痛いところをこ押さえてもらうんです。でそこをしらくします。15回ぐらい出血させば。で、もう1回押さえてくださいって言ったら、今度はこうやって違うところを押さえます。で、またそこを15回ぐらいしらくします。で またどっか探してくださいって。で、3つ目ぐらいこう、3つ四つ探してえ、次どこですかってうこう、もう分からないですって言って、えー、患者さん分からないって言うんですけど、もう分からないって言わないっていうことですよね。そういうではあの結構あって、頭の神経痛の方が意外と治りやすかったです。どなたかありますか、神経痛。 帯状ほう疹が出てるときの,あの痛みの種類っていうのは大体いい3つあると思ってるから1つはもちろん帯状ほう疹の痛みもう中からドワーッとこう突き上げてくるような帯状ほう疹の痛みでなんかこうビリビリ虫に刺されたようなこう痛みそういうのが複合したような痛みが、えー、1つありますそれから今言ったもう同時進行で神経痛みたいのが出てるような痛みっていうのがもう1つありますそれからもう1つ忘れてはいけないのは がが出た、た水泡が破れた傷の痛みです。この3つがありますのでじゃあその傷の痛みもうある程度帯状方針疹が出た患者さんが、えー、自分で引っかいて何の痛みかわからないとこれじゃあですねエッチゴイフゴの清潔視力をやった後に痛みが軽くなってるどうか,かどうかがあの判定がつかないんですね。ですから最初に、えー、その出てるところに ラップフィルムを貼りますラップフィルムを貼ってしまうと傷の痛みがまずなくなるんですね。セ、ま、リ、あ、に塗ってもいいのかもしれませんけどそうするとあの患者さんに聞くとあなんか表面のなんかこうピリピリした痛みこれは傷の痛みですね、まあ。なんか少し取れましたねって言われるんですね。でそれで良くなったわけじゃないんですよね。でまだこう押さえてみるとまだ痛いとこがある。でそれは H5F5 やってみるんです。 で、H5F5 をしっかりやった後に、大、え、体、ー、いい私、あの、30から40滴ぐらい出血させるのを3回ぐらいあります。手と足とですね。えー、だから、1箇所に90か100回ぐらい出血させるのを手と足の h 5薬指にやるんですけど、えー、それやった後に、そのラップフィルム貼った上から、こう、触ってもらうと、今度はどうですかって言と、あっ、さっきよりもまだ良くなったと。いう答えが返ってくれば、傷の痛みはラップフィルムで取れと言って、 それから今度は残った帯状疱疹の痛みが H5F5 の整形試役で取れたんだなというのが判定されると思います。これはちょっと親になってみたら、えー、ちゃんと効いてるのかなっていうのが分かると思います。